イアン・ヒュー・ゴードン・アシュレイは、イギリスのレーシングドライバー。トークン、ウィリアムズ、BRM、ヘスケスから F1 に出走した。西ドイツブッパータール生まれ。1966年に、ジム・ラッセル・レーシングスクールに入りレース活動を始める。速さはあるが、不安定なドライビングスタイルから、すぐに、クラッシュレート、あだなされるようになった。1972年に、 フォーミュラ5000に参戦、翌1973年にはタイトルを獲得した。1974年には F1 にデビューし、翌年ウィリアムズに移籍した。70年代中盤には不運が多かった。1975年、ニュルブルクリンクで開催されたドイツグランプリのプラクティスでクラッシュし、両足首を骨折。1977年には、 モスポートパークで開催されたカナダグランプリにおいてクラッシュ、バリアーをアーチ状に広げてテレビ塔に激突した。彼はこの年をもって F1 を引退した。1985年にはマイアミグランプリでカートにデビューした。1986年のインディ500にはエントリーしたが出走しなかった。1986年は参戦に出走。 ミッド・オハイオでは9位に入り、シーズンランキングは28位となった。残りの2000はリタイアしている。この年は、ポコのレースウェイでのインディライツにも参戦、6位に入っている。翌1987年もマイアミ戦に出走したが、ドライブトレーンの問題でリタイアした。F1 引退後、アメリカでプライベートジェットのパイロットとなったが、1993年には、 レースに復帰し、ボックスホールをドライブして、イギリスツーリングカー選手権に参加した。その後は、サイドカー選手権、TVR タスカンチャレンジなどにも参戦した。2009年11月、40年以上ぶりに、シルバーストーンで行われたフォーミュラフォードの一戦、ウォルター・ヘイズ・トロフィーに、エルデン・ m k 8で参戦した。現在は、シルバーストーン・エクスペリエンスで乗客を乗せて、 体験走行を行うプロドライバーの一人である、アシュレイがドライブする LDS アルファロメを、ありがとうございます。